今回はまた戦争がしたいのかあんたはに対するネットの反応を紹介します。劇場版シードのネタバレを含みますのでご注意ください。それではどうぞ。キラさんはガンダムのキャラで一番強いんだ。シン、エルスだってキラさんなら余裕で。シン、アムロより強いんだ。やめてよね、マジでやめて。ラフレシアなんて一瞬だ。ガンダムファイターにだって勝てるんだ。キラさんはガンダムファイターにも勝てる。監督だって確かそう言ってたぞ。身に覚えがないから本当にやめてよね。キッズ特有のソースなし情報をさも真実のように言うのはやめろ。でも俺我慢できませんよ。本気なら隊長が一番強いのに。スーパーコーディネーターだから最強なんだ。やめてよね。劇場であんなこと言ったの後悔してるんだから。何が彗星の魔女だよ。隊長はメンデルの魔王だぞ。キラさんなら月光町だって聞かないんだ。ターン A より前振りの方が強いんだ。全方位に喧嘩を打っていくスタイル。やめろシン、また戦争をする気かお前は。シン、このバカ野郎。これまでの外交努力が全て無に帰すのでありますよ。たった一人の暴走によって。キラさんはゲームのラスボスだったこともあるんだぞ。一番強いに決まってる。キラさんなら悪シズを押し返しても生還する。12機のドムに3分もかかってるなんてアムロって人も大したことありませんね。最終回で被弾しなかった主人公はキラさんだけなんだぞ。ディスラプターなら太陽ぐらいあっという間に切れるんだ。キラさんならベイガンなんて簡単に殲滅だ。他のガンダム主人公たちができなかった異形も隊長なら鼻歌交じりに成し遂げられるんだ。シン、他のガンダムシリーズに喧嘩を売るような真似はやめろ。このバカ野郎。誰かシンを止めてください。やめてよね。 SD まで含めたら僕らなんてハエみたいなものだからやめてよね。隊長は歴代最強の主人公なのにこんな謙虚さまで持ち合わせているんだ。 SD ガンダムなんて弱いに決まってるのに。まるで中学生の時の俺を見ているようだ。シン、この中学生野郎。いつもの真っ赤な顔ではなく真っ青な顔で止めるアスラン。ノイマン大義が一番すごい総出しなんだ。それはそう。まあ多分それはそうじゃないかな。急に本当のことを言うな。ガンダムに出てくる人みんな僕より弱いって言ってました。シン、そこまで言ってない。僕そこまで言ってないからね。主語がとんでもなくでかくなった。俺楽しみなんですよ。スパロボで一堂に会する場面で君たちが弱いからっていうシーンを。ニューガンダム、アムロ、レイ、あんなテンパのおっさん、キラさんのマイティストライクフリーダムに勝てませんよ。大尉程度がキラさんに意見しようって言うんですか。こっちは順調ですよ。キラさんは童貞も卒業してるんだ。キラさんが一番ベッドシーンとシャワーシーンを流した。放送時間夕方だったのに。セイラさんはシャワーシーンで乳首を出してたからアムロさんの勝ちだ。大体ファーストガンダムなんてドラグーンも何もついてないじゃないですか。何がシャアだよ。議長みたいな声したロリコンは引っ込んでろ。出力 100% のディスラプターならアクシズだってバラバラですよ。カミーユ、あれが若さか。あれは幼さですよ。カミーユ、女みたいな名前のやつがキラさんに勝てるわけないんだ。カミーユが男の名前で何が悪い。なぜか殴られるジェリド。カミーユはスパロボ時空だと真の兄貴分だから気持ち優しめな対応。シードがガンダムで一番強いんだ。ならその主人公のキラさんが一番強いに決まってるじゃないか。キラさん、あのヒゲの生えたブサイクなモビルスーツ弱そうですよ。キラさんとフリーダムの力見せてやりましょうよ。場を温めておきました。あとはお願いします。キラさん。シン、やめて。本当にやめて。やめてよね。君たちが束になっても僕に勝てるはずないだろう。これ言ってやってくださいよ隊長。キラさんが本気出したらお前らなんてゴミだって言ってた。そろそろこの打鍵の口を塞げ。キラさんなら生身で月光町くらい出せるはずだ。キラさんだってトランザム、いやキランザムできるんだ。
キラさんの遺伝子にはニュータイプもイノベーターも X ラウンダーも入っているんだ。ここまで来るとキラをなんだと思ってるんだしん。キラさんなら機動戦士ガンダムを50には放送することができたはずだ。ガンダム X だって短縮せずに放送できたんだ。キラさんならバンダイにだって勝てるんだ。スポンサーを怒らせるのはマジでやめてよね。何が団長だ。隊長ならあんな場面で無駄死にしませんよ。キラさんが本気を出したらサイでもかなわないんだ。やめてよね。本気出さなくてもサイが僕にかなうわけないだろう。そこは否定しないんだ。刹那もフリットも三日月もスレッタもハサウェイもちゃんと隊長に挨拶しろよな。どうしよう、ちゃんと後輩だ。ハサウェイさんは後輩みたいな顔していますけど僕より先輩ですよね。何がモビルトレースシステムだ。うちの総裁は頼まれてもないのにピッチリスーツ着て羽まで生えてるんだぞ。ついにラクスにまで飛び火が。なんで私にはちょっとトゲがあるのですか。今日はナスの天ぷらに決定ですわ。さあ食っていけですわ。キラさんの私服は20年経っても色褪せないセンスの塊なんだ。キラさんが放った進化の光が猿を人に進化させたんだ。ついでにアスランの性欲は底なしだ。アスランは戦闘中に彼女のエロ妄想してるんだ。アムロやシャアにそれがやれるのかよ。隊長は俺から主人公の座を奪ったことがあるんだぞ。いいかお前ら。キラさんはな、くしゃみしたら口と鼻からほとんどルピード出るんだぞ。そうだろアスラン。シン、お前は褒めているのかけなしているのかどっちなんだ。ねえアスラン、胃薬ない？俺がさっき飲んだので最後だ。アスランがシンに押されているスレを見るのは初めてかもしれん。シン、お前本当に使えないな。あんたのジャスティスもな。よお。シン、アシカは最強議論者とかした。シンはすでに少し無敵とかしている。何がスピアリアクターだ。キラ隊長はそんなものなくてもいろいろ失ってるんだぞ。節子さんだけは別です。シン、年上のお姉さんにだけこびるのはやめろ。うるさい。スパロボ時空だと毎回女の敵扱いされてるくせに。今回の映画でカガリへの愛が証明されたんだから今後はああいうのはないはず。あんたの愛はキモいんだよ。よお。ここのシンは強いな。隊長はな、ガンダムシリーズを蘇らせた男なんだぞ。俺の後輩の奴らはみんな隊長のおかげで存在してるんだ。ストライクやフリーダム関連より立体化されてから文句言えよお前ら。具体的な数字の話はやめろバカ野郎。隊長はすごいんだぞみんな。なんたってアスランの初恋はラクス総裁でもアスカ代表でもなくて隊長のお母さんなんだ。シン、それは公式じゃなくて推測だし。クソ、確かにアスランが言う通り俺は使えないやつだ。すいません隊長、寝たきれしてきました。俺は止まれないのに。もういいよシン、もうお腹いっぱいだよ。それじゃあ次で最後にします。こんなザレ事をマジに受け取ってきれる方が情けないんだ。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。